ようございます。今日の桜ニュースです。今日から桜の全国の見どころをお伝えします。今日は長野の高遠城公園の桜です。高遠小彼岸桜という高遠岳の品種の桜が約1500本植えられています。花形はやや小ぶりで赤みを帯びているのが特徴。その可憐さと規模の大きさは天下第一の桜と称されており、樹齢は県の天然記念物の指定を受けています。また日本桜名所100選、桜の日本三大名所に選ばれています。素敵な場所ですね。一度は行ってみたいです。愛知県では満開ですよ。昨日のお昼は A ちゃんとお弁当を持って公園で食べてとても気持ちよかったです。もちろん小大和くんも行きました。では今日のニュースです。戦艦大和の最後の別バージョン原稿、巨艦総操譜見つかる。戦況の描写を大幅加筆。戦後間もなくに書かれたが、連合国軍総司令部 GHQ の検閲で発表できず、その後数度の開校を重ねて決定校となった戦争文学の名作、吉田充1923から79年の戦艦大和の最後に、これまで知られていたものとは異なるバージョンの原稿があることが分かった。神奈川近代文学館の所蔵資料から見つかった。決定校に至る過程が分かる貴重な資料だ。同作は吉田が戦艦大和に乗船し奇跡的に生還した体験を記す。46年に雑誌草原に文語体による最初の原稿が掲載予定だったが、 GHQ の検閲で全文削除され、吉田は口語体で書き直した戦艦大和を47年に発表。52年には文語文の戦艦大和の最後を刊行し、74年には決定校戦艦大和の最後を出版した。今回見つかった原稿は巨艦総操譜と題され、400字詰め原稿用紙73枚に文語体で綴られていた。47年末頃の作とみられ、以前の原稿より戦況の描写などが大幅に加筆されていた。同館が所蔵する作家吉田圭一1912から77年の資料の中にあり、4月2日から始まる吉田圭一展のために資料を整理中確認した。同館によると、優れた翻訳家でもあった吉田圭一に英訳を希望して託したとみられるという。原稿は同展で展示される。同館の秋元薫さん35は、原稿からは吉田充が文語文での発表を切望し、占領終了後の発表を目指して開校していた思いが伝わってくると話している。作者の吉田充氏は第1号作成へ参加、紹介時下士官を命ぜられ艦橋にいました。8回にわたる米軍機約1000機の猛攻撃を受けて、戦艦大和はあえなく戦没。戦後吉田は記憶を頼りに執筆した。文語体で綴られた書稿は1日足らずで書かれ、その後1946年昭和21年12月の雑誌草原創刊号に掲載される予定だったが、 GHQ の検閲で全文削除されたものです。もうすぐ大和戦没の日が近いですね。今も海深くでお眠りの戦艦大和の乗組員の護衛霊を思うと胸が苦しくなります。では最近つべつべさんの規制がひどく、せっかく動画を投稿しても黄色になってしまうことが多いです。チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。ご視聴ありがとうございました。今日も元気にいってらっしゃい。またね。